前回の開封動画、その中で紹介したチェックスさんの新商品、マグフィットフロート W。今回はこちらをレビューしてみたいと思います。マグフィットフロート W、こちらのレビューを行う前に、まずマグフィットフロートについてご紹介をします。マグフィットフロートは、ラウンドとフラット、2種類が出ていて、これは現在も販売されています。今手元にマグフィットフロートラウンド、これがあるんですけど、これはよいしょ、こっちの白い方が取っ手部分で、こっちがクリーナー部分っていうのかな、スポンジでできています。でこっちもスポンジついてるんですけど、これらが磁石によってくっつく、こういった商品ですね。この磁石でくっつくのが何になるかっていうと、これガラス蓋なんですけど、水槽だと思ってください。水槽の外側から水槽の中に入れたスポンジ、これがペタッとくっついて、水槽の外から水槽の内面を掃除できる。こんな感じで磁石の力でくっついて掃除ができるっていうアイテムですね。これがまあなかなか強力な磁石で、ちょっと離しても吸い付くぐらいの磁力。ネオジム磁石を使っています。このマグフィットフロートを使うのはどんな場面かというと、こちらはラウンドタイプといって曲面ガラスに使うタイプです。これはボトルアクアのような曲面のガラス水槽。手を入れづらい小さな水槽とかにとても便利です。我が家でも大活躍しています。そしてフラットの方は平面ガラス用で、見ての通りクリーナー面が2センチ四方ぐらいしかないので、どうしても小型水槽用になってしまいます。まあただ、これ評判が良かったんでしょうね。今回出たのがこちら、マグフィットフロート W。さあ、いよいよこっからようやくレビューですね。このマグフィットフロート W は、W っていう通り倍のサイズ。ブラシ面はこの幅が3センチ、奥行きが7センチ。なので実際は倍以上あると思うんですけど、この大きなブラシによって60センチ水槽にも対応する、そんなマグネットクリーナーです。そして特徴はハードブラシとソフトブラシがついているところ。これは従前のこちらのマグフィットフロート正方形タイプはブラシが1種類だと思うんですよね。それがハードブラシとソフトブラシ2種類表と裏でついているようです。そしてガラス圧6ミリまで対応。一般的な60センチ水槽にも対応。大抵のガラス水槽は問題なく使えそうですね。では、引っ張るのもあれなので開封していきましょう。引っ張るのもあれなのでって散々引っ張っといて。パッケージはすごい簡素、簡潔。そして、はい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 。いいですね。うん、磁力もバッチリ。この説明書きは特に変わったことは書いてないはず。商品を見ていきましょう。まず最初にブラシから結構カスカスが落ちました。これ使う前に一回水洗いした方がいいかもしれないですね。では商品を見ていきます。まずこちらの持ち手側。こちらにもネオジム磁石がついていて、側面がクリアになっているので中に磁石2つ入っているのが見えます。結構ね、大きな磁石ですね。100均でも見かけるネオジム磁石なんですけど、それっぽいのが2つ入っています。取っ手側のブラシは1種類ですね。触ってみるとふわふわ系のブラシがついています。これでガラス表面の汚れも落とせちゃう。で、こちらのサイズ、ちょっとブラシ面ではないんですけど、幅が 2.7 くらい、奥行きが 6.5 くらい、厚さあんまり興味ある人いないかもしれないけど、厚さが 9.2 ミリ。そしてこちらが水槽の中に入るブラシ部分ですね。水中に入るブラシです。こちらは側面真っ黒で中見えないんですけど、なんかね、ちょっとカチャカチャになるので、こっちにも磁石が入っているのが想像できます。そしてブラシが2種類。ソフトタイプとハードタイプ。ソフトタイプはこちらの取っ手部分と同じ材質ですね、きっと。そしてハード部分。これがですね、マジックテープあるじゃないですか。貼り付けてビリビリビリって剥がすやつ。コードまとめるやつとか、子供のスニーカーの紐の代わりにペタって止まってるやつ。あれみたいな感じで、結構固めのブラシですね。この音聞けばわかるかも。こんなブラシです。で、こちらのサイズ、幅が 31.9、約 32 ミリ、奥行きが約70。で、厚さがギュッと押し付けると、7.1 ミリ、約7ミリぐらいの隙間まで入り込めますね。素材の隙間とか結構入り込めると思います。今回のマグフィット W、これ幅がワイドだから W なのと、ブラシが2種類だから W なのか、両方の意味なのか、ちょっとわかんないですけど、こちらの正方形タイプ、これはまあ一方方向しかくっつかないんですよね。こっちだと反発してくるんと回っちゃう。なので、
こちらどうやってこの面切り替えるんだろうと思ってたんですよ。だって片方しかつかないので、これ裏返しても反発してかなり強力な磁石ですね。反発して裏返っちゃう。どうしてもソフト面しかガラスに接しないんですけど、これハード面のブラシ使いたい場合はこれがこうなると反発するので、これを回転させてくっつけると、そういうことですね。ひっくり返して180度変えてくっつけると、これで表裏両面が使えるんですね。なるほど。なのでこっちの正方形のやつはこちら側水槽に放り込んで、こっちの持ち手部分を適当にくっつければ、まあ、適当にくっついてくれてたんですけど、こちらの W はこっちを水槽に放り込んで、これを持ち手を近づけると、まあ、くっつくはくっつくけど、これの向きがなかなか指定しづらいかもしれない。あ、ちょっと割れそう。怖い。怖いですね。薄いガラスだと勢い余って割れちゃうかもしれない。そんなことはさすがにないのかな。ちょっとブラシがついてるとはいえ、静かに扱わないと怖いですね。そして正方形タイプ。これはラウンドなんですけど、ラウンドとマグフィットフロート W のサイズの違い。若干ラウンドの方が持ち手が大きいですね。そして横から見た分には特に変わりはない。磁石のサイズも変わらない。W の方はまあ2つついてるんですけど、ラウンドは磁石が中に1つ入っています。ブラシ面が広くなったのと、ブラシの種類がソフトとハード2種類使えるようになったっていうのがマグフィットフロート W。じゃあちょっと大きめの水槽で実際に使ってみましょう。テスト用水槽にやってきました。こちらは見ての通り、このテストのために苔を生やしておいた水槽です。このガラス水槽を先ほどのマグフィットフロート W で半分だけ綺麗にしてみたいと思います。じゃあこちらを水槽の中に入れます。使い方なんですが、頑固な汚れはこちらのハードタイプ、こちらのブラシを使って、普段のメンテナンスや仕上げにはこちらのソフトブラシを使うということらしいです。じゃあまずはこちらのハードな面で、この超汚い水槽のガラス面を綺麗にしてみましょう。どっちでくっつくかな。はい、今くっつきましたね。あ、そうそう、この水槽はいわゆる L 水槽ですかね。幅が40センチくらいの水槽で、先ほどのこちらのちっちゃいマグフィットだと掃除するのが結構大変です。やっぱりこれはボトルアクアとかちっちゃい水槽用なので、40センチ水槽、60センチ水槽には向きません。そこで今回はこの W の出番。さあではここら辺の頑固そうな苔、これが落ちるかやっていきましょう。そりゃ、さすがにね、一回じゃね綺麗にならないよね。よいしょよいしょ。どうだ、さすがに頑固すぎたか。あ、そんなことはないか。そんなことはないわ。めちゃめちゃ綺麗になってるよ。今ね、こっちの側面ガラスがこけてるから、これの汚れがひどいんですね。側面のこの緑苔を落とせればクリアなガラスになるはず。いきます。おお、すごいぞすごいぞ。ここまで汚しておいた俺がすごいな。はい、どうどうどう、このワイド7センチのブラシの幅ちょうどに苔が生えてた部分が綺麗に落ちました。かなり効いてますね。ハードなブラシが頑固な汚れに効いている。そして押して、ちょっと待ってよ、これね、ブラシの選択がやっぱり難しいですね。なんとかして水に手を入れずにソフトブラシにしたいんですけど、よいしょ、こうかこうか。めっちゃ大変だ、めっちゃ大変だ。これでもうアベニーちゃんといてね。これで仕上げをすると、すると、あー、すげー綺麗になったね。ちょっと元の水が汚いから何とも言えないんですけど、あ、ちょっと待って、もう一個汚い水槽あった。はい、こちらの水槽もなかなかの汚いっぷりなんですけど、これもあの撮影用に汚いまま放置してました。これを、ちょっと待てよ、ハードブラシ、いや、ちょっとやっぱこれブラシの組み替えがめんどくさいですね。これはね、マイナスポイントだ。使いたいブラシが選びづらい。で、今このガラス面、緑色の苔がもやっと生えてるんですけど、ここをハードブラシで
こすると、うん、1往復、2往復、3往復。あー、すごいじゃん。すごいじゃんと言って何回も往復させる。あ、これは分かりやすいんじゃないですかね。今ちょうどこの辺りを境目に、こっちがブラッシングした方、こっちが固形残ってる方ですね。あー、これはなかなかハードブラシ強力。うん、そしてブラシの幅が広いからやっぱり楽ちんですね。おお、これはなかなか掃除が楽しい。このブラシの幅が広いから、この幅60センチの水槽も一気に掃除できちゃう。まあ、この水槽はのロータイプなので60規格水槽とはサイズが違うんですけど、あ、これなかなかいいじゃん。なんかブラシがワイドになっただけで随分楽になりますね。これがこの正方形のやつだと本当に1列ずつやっていく感じだったんですけど、まあ、単純にサイズが倍なので作業スピードも倍。これはいいですね。大きめの水槽を持ってる方は結構使い勝手いいかもしれません。そしてこのマグフィットフロート、これをおすすめしたい人、それはこの水槽の上に障害物があって、こういったスクレーパー、この長いスクレーパーが障害物によって使えない人、そういった方はこのマグフィットフロートおすすめです。特に大きめの水槽の場合はマグフィットフロート W おすすめできるかなと思います。こういったところに設置している水槽ってスクレーパーがこの上にぶつかっちゃって全然作業できないんですよね。そういった環境の方はこのマグフィットフロート選択肢として良いかもしれません。じゃあ最後にマグフィットフロート W、 いいところと悪いところをまとめていきたいと思います。まずいいところ、大きめのガラス水槽、フレーム水槽、この平面ガラスですね。こういった水槽だとめちゃめちゃ作業はかどります。これまで発売されていたマグフィットフロートのフラット、正方形のサイズでとてもちっちゃいので、こういったサイズの水槽には使いづらかったんですけど、この W はかなり作業がはかどりますね。それともう一ついいところは、ブラシがハードとソフトが選べるところ。これによって結構頑固な緑色の苔とかガラス面の苔退治できると思います。そしていいところ3つ目は、先ほども説明した通り、狭いところに水槽を設置している方、特に水槽の上に棚の板とかがあってスクレーパーが使えないところに水槽のある方、そういった方はマグフィットフロート活躍すると思います。じゃあ逆に悪いところは何かっていうと、まずこのブラシが2種類になったことで、ブラシ選ぶのが大変というか、水中に入れたままだとうまくブラシがチョイスできないんですよね。以前のフラットとラウンドは表裏関係なかったので適当に近づければよかったんですけど、これ水槽の中でブラシハード選びたいなっていう時、もうずっとこんな感じでうねうねやって、あ、やっとハードになったなっていう感じです。なのでいちいちこの水槽に手を入れてこいつを取り出さなければいけない、これちょっと残念ポイントですね。それと強力すぎるがゆえに、勢いよくこれくっつけるとクリーナーの間に挟まった水がバシャッと水槽の外に飛び出す場合があります。フレーム水槽だったらまあ大丈夫なんですけど、オールガラス水槽とかだと結構水こぼれちゃう場合もあります。まあそのあたりは使うとき気をつければいいだけなので、使う側の問題ですね。デメリットはそのぐらいですかね。低床の際とかこういったガラスのコーナー部分、さすがにブラシが届かないんですけど、それは他のクリーニング用品でも大体同じような問題かなと。通常の正方形のやつが800円ぐらいで、これが1300円くらい。まあ W の名にふさわしく値段も倍ぐらいするんですけど、大きめの水槽を使ってる方は間違いなく W の方がおすすめです。ボトルワークアウトが使ってる人はね、ラウンドタイプ、正方形のラウンドの方を選ぶのが一番かなと思うんですが、これも一つ持っておくとメンテナンスの時すごく重宝するかもしれません。はい、というわけで今回はジェックスさんの新商品マグフィットフロート W、 こちらのファーストレビューをしてみました。さすが W というだけあって、大きめの水槽では作業効率がすごくアップします。今まで持ってたこちらはボトルワークアンに使えるのでこのまま使い続けるんですけど、こちら1個持っておくとなかなか重宝するかもしれません。
別にチェックスさんの回し物ではないんですけど、見た目もスッキリしてますし、使わないときはね、どっかにしまっておけばいいだけなので、もしガラス面の掃除であまり手汚したくないなとか、狭いとこに水槽あって掃除困ってるんだよねっていう方は試してみるといいかもしれません。これのね、ハードブラシがなかなか効果高いです。このハード面どんなものか知りたい方は、家にあるマジックテープとか硬い方を触ってみてください。だいたいそれと同じです。というわけで今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。